レイリー、君の弾薬の大胆な使いっぷりはなんていうか、見ていてスカッとするでしょ。みんなからよく褒められるのよね。それはそうなんだけど、その加減を知らない。何よそれ。そりゃワンショットキラーとはいかないけど、無駄打ちはしてないわよ。だけど後先考えずに銃弾を使えば、大事な時に弾切れになることだってあるよ。弾切れですって？だったらじゃんじゃん補給すればいいじゃない。じゃんじゃん補給。なるほど、さすがは合衆国育ちのレイリーだ。発想が違う。確かに支援物資を迅速に届けることができれば、チャンスを逃さず攻撃を畳みかけられるね。前線で戦う兵士にとって弾切れは恐怖だ。どうにか実現できればいいが。ほら、前線ってことは、帰ってばもしかしてラズのこと心配してるの？違う。それじゃラズのためにも考えてみようか。補給船が確保できてよかったよ。って別にラズのために喜んでいるわけではないからな。ようこそウォルスターへ。それでは訓練を始めましょう。どの陛下を訓練されますか？ここまでにされるのですね。それではまた次の訓練をお待ちしております。待ってましたよ先輩。さあさあ、今日は何を開発しますか？最高の出来ですね。これ戦場で使うのもったいないな。最高の出来ですね。来ましたよ。
ちゃうんですか？準備ができたらどんどん兵器を開発しましょうね。よし、マンネル将軍救出作戦の段取りを確認するぞ。勝利のために。よし来た。任せてくれ。準備はいいぜ。落ち着いて。遅れは取らんぞ。私の出番ね。やってやるぜ。始めようぜ。行くぞクロード、出撃命令を出せ。マンネル将軍は視聴者に捕らえられている。帝国と戦い続ける人々のために必ず助け出すぞ。見ての通り、目標の視聴者は帝国軍の拠点だ。正面から近づくことは難しいだろう。市街地のどこかに潜伏中の同志がいる。接触して協力を得てくれ。ただどこに潜伏しているかまでは私も知らされていない。目印の青いバラを探してくれ。その付近で同志が待っているはずだ。頼んだぞ。前進する。僕がやらなきゃ。敵発見。敵だ。敵発見。そのか、教えてくれる。撃て。敵だ。敵発見。出番だな。
出番だな。私についてこい。私に続け。後ろは守るぜ。私に続け。援護するぜ。連邦の士官としてやられるわけにはいかん。前進する。できるかな。下がってろ。やっぱ目立つか、この頭。エスコートするぜ。やってやる。
りはしない。変身する。必ずやり遂げる。ここだ。敵だ。狙われている。すぐに身を隠すんだ。はい。バカな。衛星兵を狙うとは条約違反だ。帝国ってのはそもそもがクソの集まりだが、ここにいる連中はその中でもクソ中のクソだぜ。バーク少佐とやらの命令か。騎士に勝るクズ野郎のようだな。衛星兵が狙われているならカレンを救助に向かわせるのは危険だ。狙撃兵を排除するまでは支援兵による援護で乗り切るしかない。こんな卑劣な手に屈してたまるか。必ずマンネル将軍を救い出してみせる。兵隊損傷、動けぬ。
手よし、出るぞ。しまった、離隊が。撃て。攻め時だな。リードするぜ。ついていこう。リードするぜ。分かった。エスコートするぜ。撃ち抜いてやる。カラリンさん、援護するよ。決まったな。被弾した。動け、動いてくれ。すまない、みんな、僕の力が足りないばかりに。任せろ。
倒したな。私に任せて。私の勝ちね。戦車はどこだ？私についてこい。私に続け。後ろは守るぜ。私に続け。リードされるのもいいか。私の勝ちね。下がってろ。軽い軽い。任
せとけって。悪いな。任せな。そこだ。おいおい。いい男が台無しだぜ。
私の勝ちね。よし、衛星兵を狙っていた狙撃手を排除した。もう大丈夫なはずだ。これで仲間の救助ができる。ありがとうございます、隊長。我が武運は尽きた。すまない、引かせてもらう。